母語が日本語でない人々が日本語を学ぶとき、どんな傾向が現れるのだろう。なんか国立国語研究所っていう名前を聞くとですね、国語の研究してるという感じが強いですけ どそれだけじゃなくて、あの外国の方ですねが話す日本語教育ありますけれども、その日本語の研究もしています。日本語を学んでる人がどんな風に話したり聞いたり書いたり読んだりしてるかっていう、その4技能のデータを学習者コーパスって形で収集して、うん、今インターネットで少しずつ発信をしているところです。で、まずアイジャスっていうちょっとそのコーパスをご紹介したいんですけれども、このアイジャスは名前は長いので多言語母語の日本語学習者横断コーパスという長い名前ですが、このその世界各地で日本語って学ばれていて、異なる12言語を母語とする、例えばスペイン語とかフランス語とか英語とか中国語とか、そういう異なる12言語を母語とする海外の17カ国の学習者の発話を、まあ大体どこでも50名ずつ集めていて、それでもちろん日本国内で勉強している人たちのものも集めていて、まあ全体で最終的には1000名を超えるぐらいの規模になります。そのうちの3分の2の660名の分がですね、すでに公開されていて、まあ話し言葉が中心なので、今日はちょっとその中で副詞もちろんとやはりっていうのがどんな風に使われているのかということをご紹介したいと思います。こんな画面でもうインターネット上ではこのアイジャスっていうのがありまして、検索していただくと多分見つかると思います。これをポチッとそこから入るんですね。そこから、はい、入っていくという形になります。で、じゃあ具体的にはどんな感じになってるかっていうことですけども、もちろんとかやはりっていう言葉、まあやはりというよりも普段だとやっぱりっていうことが圧倒的に多いと思いますけれども、その両方とも話し手にとって知っていることを言うときに使う言葉です。で、まあ、もちろんっていうと、まあ、言うまでもないというか、まあ、話し手にとって当たり前のことを説明するものですし、またやはりだと思った通りいろいろ考えたけどやっぱり元の認識に戻っちゃったみたいな感じの、自分の考え方が変わらないっていう時に割とよく使われるのがやはりだろうと思います。このもちろんとやはりってすごく似てる部分があると思うんですけれども、ちょっとデータを見ていると割と日本語学習者の方がもちろんを好んで、で一方日本語母語者の方はやっぱりが大好きという傾向が見えてきます。自分のこと考えてももちろんって言うとなんか強すぎる感じがして、やっぱりの方使いそうな気がしますね。やっぱりなんかこの当たり前っていう当然だっていう語感がちょっと強すぎるのかもしれないですね。はい。その結果として例えばこんな感じなんですけれども、割とドイツ、トルコ、ハンガリー、フランス、そして一番多いのがロシア語。ロシア語すごいですね。ですね。なんかその、まあ、ヨーロッパ系ですかね、そのあたりの方が割と好んで使われると、アジアは軒並みあまり使わないみたいなそんな傾向が見えます。これ面白いね。はい。で、まあ、さっき竹浦先生がおっしゃったようにやっぱりちょっと強いんでしょうかね、語感が。それで当然だっていうニュアンスが出てしまうので、日本人はあんまり使わなくて、使うとしてももちろんなんとかなんですがっていう相手のことを認めるような譲歩と言われる用法が多いです。で、むしろ学習者の方はですね、当然だというそのニュアンスがはっきりと前に出るような形で使うことが多いという傾向がありました。で、一方やはりなんですけれども、どんな風になってるかということをちょっとご覧いただきたいんですが、これはやはりなんか一番下の日本語っていうこの日本人がダントツで多く使っていて、割と英語、韓国語、中国語、あるいは台湾、割とまあ日本語学習がメジャーなというか、多分その日本人なんかとは接触することも多そうな場所だと思うんですけど、そういうところがやはりが多く使われていて、そうでない地域は結構少ないという。さっき多かったところは軒並み低いですよね。まあ、ハンガリーがそれなりにあるけど。そうですね。はい。そうですね。ロシアなんかもすごく少なくなり少なくなりましたね。はい。で、まあやはりっていうのはやっぱり日本語母語話者、日本人に多いわけですけれども、やはりなんかその強い当然だっていうもちろんの語感よりも、いろいろ考えたけどやっぱ自分の考えは変わらないみたいな、やっぱそこに最初のスタート地点に戻ってしまうみたいな、そういうおとなしめの表現を好むのかなというふうに感じました。こんなことが
こういう学習者コーパスっていうのを見てみると、どの国の、あの学習者がどんな言葉をよく使ってるのかとか、うん、日本人と比べるとどうなのかとかいうことが見えてくるのが面白いところです。そうですね、うん。